フォーカス。株式会社のアポレックス、フィズ、ボルテージ、メータークロックの紹介です。標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合わせる時計合わせのいらない電波時計にバッテリーの状態を確認できる電圧計の機能がドッキングしました。このようなステーがついています。ギュッと押し込みます。カチッとはまりましたね。取り付け面をですね、よく拭いてください。取り付けていきます。シガーソケットから電源を取るとこのように 12.1V、 そして今ここのマークが電波を拾いに行ってるんですよ。で、電波をしっかりと拾うと点滅みたいな状態が点灯に変わります。それで電波を受信してしっかりと時刻を合わせてくれます。そして裏面のスイッチでオレンジに切り替えることもできるんですね。はい、バッテリーがこのようにですね 9.2V とか規定よりと少ないとですね、このように警告が鳴るようになってるんですね。なので事前にバッテリー弱っているだとかということが分かる機能がついています。株式会社のアポレックス、フィズ、ボルテージ、メータークロックの紹介でした。